はい、どうも皆さん、こんにちは。うずいこです。それでは今回なんですけども、6月 auPay で1回税込み500円以上の利用で抽選で合計5億ポイント分プレゼントということで、今回は6月の auPay のキャンペーン情報についてですね、この動画では auPay のキャンペーンの解説とお得な取り組み方についてもお伝えします。誰でも簡単に参加できるキャンペーンとなってますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。今回お伝えするキャンペーンこちらとなっております。auPay のコード支払いで抽選で合計5億ポンタポイントがもらえるっていうことなんですけども、こちらのキャンペーンですね、まあ一応抽選にはなるんですけども、当たるですね、人数がかなり多いので、これは正直ね、参加してみても結構ありなのかなというふうに思っております。まあ、ここにも出てるように、1等の方であれば、1000名様に1万ポイント、2等の方であれば2万名様に500ポイント、そしてなんと3等の方であれば、160万名様に300ポイントっていうことになってるので、正直300ポイント分ぐらいは、まあ、当たるんじゃないかなというふうに勝手に予想してます。で、それに加えてですね、今回はポンタポイントということなんですが、このポンタポイントは、auPayマーケット限定で使えるポンタポイントとなります。で、キャンペーンの日程は6月の1日火曜日からスタートしまして、6月30日までの6月いっぱいのキャンペーンとなっております。で、公式ページを見ながらですね、このキャンペーンの詳細見ていこうと思うんですけども、先ほどお伝えした内容からちょっと下に下がってですね、auPay 使うなら auPay マーケットでということで、6月に auPay のコード支払いで1回に税込み500円以上の支払いで、抽選で500億ポイント分プレゼントということになってますんで、まあ、今回はここがポイントですね。1回に税込み500円以上の支払いということでございますので、正直これを1回すればね、この抽選に参加できるんで、正直条件としたらめちゃくちゃ緩いんじゃないかなというふうに思います。まあ普通にね、コンビニとかでも決済してもいいと思いますし、何かしらよく利用するお店で auPay で500円以上ね、決済すればいいだけなので、参加はしやすいかなと思います。で、先ほどもお伝えしたように、今回もらえるポイントはとりあえずポンタポイントなんですけども、auPay マーケット限定のポイントとして付与がされます。で、付与されるポイントはこんな感じと内訳となっております。で、細かいところとして、期間中抽選券は 1auID につき1回までとなってますんで、まあ何回も応募できるっていうわけではないので気をつけてください。で、郵便局でのご利用は本キャンペーンの対象外となりますんで、ここも注意が必要ですね。で、このポンタポイント auPay マーケット限定は、普通の auPay マーケットでの買い物ですとか、auPay マーケットでのレストラン、美容、宿泊での利用であったり、そして auPay のふるさと納税を通じた寄付にもご利用できるポイントということでございますんで、まあ使える幅はまあまあ広いかなっていう感じですかね。で、ここもちょっと押さえていただきたいんですけども、特典加算時期、有効期限ということで、本キャンペーンで加算されるポイントは2021年の7月中旬頃に加算されると。で、その後に、2021年の7月29日木曜日23時59分までの有効期限ということになりますんで、もし当たった場合は中旬に付与されて29日なので、半月ぐらいしか使える期間がないんですよね。まあこれ以前もなんかこれに近かったキャンペーンがあったと思うんですけども、まあその時も有効期限は短めだったので、まあその感覚でね、今回ももし当たった場合はすぐに使うっていうことだけメモをしておいてください。そして当選結果の確認方法なんですけども、当選者の発表はポイントの加算をもって変えさせていただきますということにですので、まあ、とりあえずもしかするとこの7月中旬頃にご自身のポイントが増えてるかもしれないということで、これは自分自身でチェックする必要がありますね。で、もしですね、当たった場合なんですけども、これポンタポイントを管理する画面で、これ僕の画面なんですけども、ここの右にポンタポイントの内訳が出ております。普通のポンタポイントは3818ポイント僕溜まってるんですけども、auPay マーケット限定のポイントっていうのが33ポイント溜まってるということでございますんで、これはね、ご自身がちゃんとここで付与されてるかどうかっていうのも確認することができますんで、ここも忘れないようにしてください。で、先ほどからちょっとお伝えしてるこの auPay マーケットって何ぞやっていう風に思う方、中にはいらっしゃるかと思うんですけども、ここをですね、クリックすると画面が切り替わりまして、このようなページが出てきます。いわゆるね、楽天でいう楽天市場みたいなものにほぼほぼ近いです。au の、まあ、EC サイトみたいなものなんですけども、そこで使える、こういったところで使えるポイントとなっております。これが auPay マーケット。そして、ここに出てるauPay マーケットでのレストラン、美容、宿泊っていうところ、こちらもね、クリックすると、ご覧のようなページが出てきます。ここもね、auPay マーケットでレストランの予約をしたり、美容、そして宿泊、そういった予約ができたりとか、あとはこちらも関連して、ふるさと納税の画面ですね。こちらでもしふるさと納税を検討されている方いらっしゃいましたら、ここであればクリックしたらですね、限度上限シミュレーションということで、ご自身の年収を入れて、どれぐらいふるさと納税するのかっていう簡易的なシミュレーションもできますんで、こういった方法でね、このタイミングでふるさと納税、まだちょっと時期的には早いかなと思うんですけども、早々と行うのも結構ありかなと思います。で、もしですね、今回のキャンペーンで、おそらくまあ160万名様の中に入る方っていうのは、僕のチャンネル見てくださってる方でも、抽選ですけど、まあ結構いらっしゃるのかなというふうに勝手に予想はしてるんですが、この300ポイントを当たって、どんなものを買えばいいのかっていうふうに悩むかなというふうに思うんですけども、例えばですね、この auPay マーケットの画面の中で、ちょっと画面を下がると、この右側にですね、総合ランキングみたいなのが結構出てきます。もちろんね、キーワードを入力して、金額を入力して、検索をかけていただいてもいいんですけども、ここ見ていただいたらわかるように、ちょっと小さいんですが、本格さぬきうどんが送料無料で500円で置いてあったりとか、まあその他もろもろ結構そういった商品があったりするんですよね。ちなみにそのさぬきうどんの画面がこちらなんですが、これいいですよね。ポイント消化で、税込500円であればね、もし300ポイント当たったとしても、手出しが200円で購入することができるんで、まあこういったものを購入するもあったりですとか、僕は個人的にね、こちら最近ね、ダイエットに励んでるんで、今回もしポイントが当たればこのオートミールを1000円で税込買おうかなというふうに思ってます。全然関係ないんですけども、最近 Twitter とかでお弁当をアップしたりとか、これね、最近僕が作ったお弁当なんですけども、オートミールと鶏の胸肉、ブロッコリー、そして卵焼きっていうことでね、もう本当にただの筋肉弁当になっちゃったんですけども、意外と最近ダイエットにハマっております。なのでね、こういった商品でも、ポイントの消化に当てるのも結構ありなのかなと。もちろんご自身が好きな商品を買うのでもありと思います。で、今回のその条件っていうのが、auPay のコード決済で500円というのが条件だと思うんですが、まあその際にですね、他のキャンペーンと併用すればさらにお得なんじゃないかなというふうに思ってるんですが、例えばね、今ローソンで 3% 分のポンタポイントの還元もあったりとか、他にも、山屋のキャンペーンがね、6月20日まで開催されてるので、まあ、それと併用してもいいと思います。あとはこちら、セイコーマートのキャンペーンも6月6日までであったりとか、まあ、それぞれのね、こういったキャンペーンと合わせれば、さらにね、効率的に参加できるかなというふうに思います。でですね、もし、こちらのキャンペーンに参加して、300ポイントのポンタポイントに当選して、auPay マーケットを利用するのであれば、もう予想してる通りですね、ポイントサイト経由をして利用することを強く僕はお勧めをしております。まあ、このポイントサイトに関したら、ご自身がよく使ってるポイントサイトでも何でもいいんですけども、僕はね、普段からこちらのチョビリッチっていうポイントサイトを結構押しております。まあ、使い方は至ってシンプルで、チョビリッチのマイページになるんですけども、この右上の虫眼鏡のところをタップしていただくと、検索をかけることができます。このキーワードを入力してくださいというところをタップして、ここに auPay っていう風に入力をして、検索をかけます。そしたらですね、auPay に関する検索結果がずらーっと出てきます。例えばこちらの auPay マーケットというところですね、タップすると、こちら auPay マーケットの情報がここに出てきます。で、このポイントサイトチョビリッチを経由して、auPay マーケットでお買い物をしたら、例えば1000円分のご利用ごとに10円分のポイント獲得ということで 1% 分のポイント還元を受けることができます。なので、ご自身がよく使っているポイントサイトを経由して、auPay マーケットでね、お買い物をすればさらにね、効率的にお買い物ができると思います。ちなみにこのサイトに行くっていうところですね、タップすると auPay マーケットの画面に切り替わります。やり方としたらめちゃくちゃ簡単ですね。ちなみにですね、先ほどお伝えした auPay のふるさと納税も別であるんですけども、こちらもですね、同じようにタップしていただくと、ご覧のような画面が出てきます。auPay ふるさと納税ということで、こちらも同様に 1% 分の還元を受けることができます。で、こちらもですね、サイトへ行くっていうところをタップすると、auPay のふるさと納税の画面に切り替わりますんで、まあご自身がね、使いたいサイトをこんな風に検索すれば、ポイントサイト経由結構簡単にできますんで、ぜひトライしていただければと思います。ということで本日お伝えした内容まとめです。まず今回のキャンペーンに関したら、期間が2021年の6月1日から6月30日までの約6月いっぱいのキャンペーンとなっております。で、キャンペーンの特典として、1等、2等、3等ということで分かれているんですけども、1000名様に1万ポンタポイント、そして2万名様に500ポンタポイント、そして160万名様に300ポイントが当たると。ですけども、当たるポイントはポンタポイントなんですけども、auPay マーケット限定で使えるポンタポイントとなります。で、もらえる条件なんですけども、期間中1回税込500円以上決済することで、抽選で162万1000名様に合計5億ポイント分が当たるということでございます。まあ、確実にもらえるっていうわけではないんですけども、おそらくまあ3等ぐらいには滑り込むのかなというふうに思っております。で、特典が付与される時期なんですけども、2021年の7月中旬頃に付与されると、そして特典の有効期限かなり短いんですが、2021年の7月29日の23時59分までということになってますんで、とりあえず付与されたらすぐに使うということを忘れないようにしてください。まあ、もし当たった場合の時の話なんですけどね。で、当選後お得な使い方として、ポイントサイトを経由して auPay マーケットに行けば、さらにお得にお買い物することができますんで、ここら辺もね、そういえばそんなのあったな、みたいな感じで経由してお買い物をぜひしてみてください。まあそんなこんなで今回は auPay の抽選で5億ポンタポイントがもらえるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあね、今回に関したら auPay マーケット限定でもらえるポンタポイントが当たるということと、あとはね、確実にもらえるキャンペーンではないので、まあ参加をするかどうかっていうのはもうご自身の判断によるとは思うんですけども、正直ね、この160万名様に当たるっていうのがね、かなりでかいかなと思うんで、まあ結構緩い感じで500円ぐらいならちょっと参加してみようかなみたいな感覚で取り組むぐらいがちょうどいいかなと思っております。で、先ほどお伝えしたように、ローソンのね、3% 還元のキャンペーンとか、ヤマヤとかのキャンペーンと組み合わせて使うのもいいと思うんで、まあそういった方法でね、取り組み方も考えてみてもいいんじゃないかなと思ってます。で、先ほどお伝えしたキャンペーンの公式リンク、そしてポイントサイト、ちょびりっちの登録、まだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄に登録リンク貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。